というわけで、今日も山の中の集落にこれから向かおうと思います。1970年代まで、国土地理院の、ね、地図でははっきりと、上空写真では見ることが、まあ、道がね見ることができたんですけど、もうその2000年代に入ってからもう道が見えなくなってます。でこの先にね集落があるそう、まああったそうなんで、これからちょっと向かってます。これが道の痕跡というかコンクリート、こうやってなんですけど、結構枯葉にと土に埋もれてるんですけど、ずっと掘っていくとコンクリートがありますね。アスファルトってよりかはコンクリートですね。
で、あの上に白いガードレールが見えますけど、お地蔵さんですね。ちょうどあの広島県との県境に位置する場所なんで、峠道みたいな感じだったかもしれない。またちょっと電波とちょっと GPS の調子が悪いので、正確な位置が不明なんですけど、修正しながら進んでいきます。一応今いるのが広島県側です。そうなんですけど、多分ここの道じゃないような気がしてきました。途中あの枝分かれした道があったと思うんですけど、そこだったかなとは思うんですけど、この上にもまだ道がありますね。これかな。まあ、間違いなくこの反射板ですかね、なんか転落防止のポールなんですけど、おそらく道だったということを示しているのかな。この道ですね。通り抜けできません。一応このポイントは広島県なんですけど、ちょっと進んでいきましょう。
どんどんですね。ジョージア。双剣美人。どれぐらいの。右側。製造番号。賞味期限は右。製造番号。分からんですね、これじゃ。いつ頃の字。
構だいぶ山のてっぺんまで来たと思います。結構さっきどんよりしてた、感じもなくなって、結構空が見えるようになってきたんで、だいぶ標高の高い山の頂上に、ほぼ頂上にいるのかなと思います。だからまあここまで来るのには、普通の道というか、まあ、大きな道もあるんですけど、福山市に入ってここ通らないといけないような道になっています。まあ、どちらにせよ最初来た僕が通った道とかも、あの福山市に入らないとダメな道なようですけど、ここは岡山県で、岡山県のエリアになっています。
神社的な感じかな。結構ね、神社でよく見るあれなんですけど、上にもあの建物があるんですけど、その立派な石垣、あ、ここにもなんかあの神社、あの写真をね撮りながら行こうかなと思います。結構ねこのカメラ、今撮ってるカメラ結構ね物がね明るく見えるんですけど、映るんですけど、結構ね肉眼ではね真っ暗、どんよりしたような感じです。ちょっと失礼します。いるあの廃村の神社、手入れされてるかちょっと分かんないですけど、あんましあの草枯葉がないなという。ここにもね蔵屋敷が、蔵屋敷だとは思うんですけど、やっぱりあの人が住んでなくて手入れされてないんで、あのもう草木がもう覆いかぶさって、ちょっとねどんな建物のかなのかわからないようなね、状態になってるということで、ちょっとここ上行ってみます。お、まだこの上に続くんかなと思ったんですけど、これはこれでも終わりみたいな感じになってますね。ちょっと拝んでおきます。まあ、神社だと思うんですけど、鳥居がないですね。昭和11年10月に建てた、建てたのかな、この建物、この石塔。でもあのブドウの木かな、苗木ですけども、枯れてますね。
これこれ車輪、子供のね遊ぶものだと思うんですけど、おそらくねここにも大きな家が建ってたと思うんですけど、今は何もないですね。
これはすごいな、これ。なんだろうこれ。すごいなんかゴムの。ゴムをね、なんかあの浴衣に置いとるような感じなんですけど、これは怪しいですね。ものすごい量ですね。この下まであのゴムが、落ちてますね。なんかなんでしょう、一応この先はに大きな建物がなく、多分このままね、福山市の方に通ずる道ということで、おそらくこれがあの福山から、岡山からあの広島県にね行く道の、まあ、峠道みたいな感じだと思うんですけど、最後の最後でなんかあの道を補強してるのかなと思いきや、なんかこういうね、なんかゴムなのかちょっと、ね、特殊なプラスチックなのかな、なんかちょっとそういうようなね感じですね。なんか機械にねつけるようなものですかね。なんかこういうなんか分かる方おられましたら、多分不法投棄になのかな、これは。ちょっとものすごい量があの下まで見えるんで相当なあれですね。Thank you.